月10日週刊仮想通貨ニュースです。はい、はい、もう3つ目になるとね、うん、いつ公開されてるんやろうっていう風にね不安になるもんなんですけれども、はい、うん、まあ10日なんですよ、こっちは。まだですそっちはもうお盆が開けてるんかな、うん、お盆明け、ね、うん、楽しかったですか皆さん思い出作れましたかあ、お盆どうしてました？いや、まだ来てへん、まだ来てへん、こっちはお盆どう、いやいや、もうここでは来てるから。あ、来てるか、うん、予定予定。お盆はやっぱ、うん、海かな。海、うん、もうそう、はい、なんでそんな言い方の腹立つよ。うざかったですごめんなさい。タミさんお盆どっか行くんですか？お盆どこも行かないです。家に行けません、ね、家お墓参り行くぐらいかな。おお、すいません普通の回答で魔王を倒しに行ったりせえへん。ああ、ダークエですか、うんうん、分かんないですね。あ、これ終わってからやってるかもしれないですけど別に神の手日はお盆休みとかないですからね、うん、まあ、そうですね、通常運転なんで普通通り仕事をしてると思いますけど。あ、ほんまやな、はい、うん、休みにしようか嬉しそう、うん、まあそんな感じでね、はい、行きましょう。8月10日の、うん、現状の仮想通貨界隈の動きですけれども、はい、なんかね、いろいろ細かい動きはあるんですけれども、はい、あんまりいいかなと思って、最近最後の方このコーナーちょっとなんかいいかなが多いんだ、 だらけてるまあそんなに重要なニュースはないってことですか？うん、あるやんいや、いろいろ今回入れてない仮想通貨界隈の動きあります。あの、うん、ノアコインのね、会社がね、東証の会社を買収しようとしたりね、はい、買収するんですよ多分、うん、中国の会社です。中国があの元々の会社ですけれども、中国資本の会社ですけれども、うん、で東証にも上場してるから、うん、どないすんねんなってるっていうこととか、うん、なんか株の世界までちょっと侵食したような問題になってますね、はいはいはい、っていうやつとかもありますけれども、そこら辺はまあいいかなと思って別に取り立てて言うほどのことじゃないかなと思って、まあ、決まってからとかそうですね、はい、うんうん、まあ、ちょっと大きなところでいきましょう、うん、はい、ビッサム8月4日ですね、一部アルトコインの入出金開始、うん、再開ですね、おおおしました。お、うん、これ週刊仮想通貨ニュースで言ってなかったかもしれないんですけれども、うん、言ってたかもしれない6月ね、ハッキングを受けてから、はい、うん、仮想通貨の入出金停止してまして、うん、で、まあ、7月ぐらいかな、うん、新規口座開設も停止してました、はい、へ、はいはいはい、それがアルトコインの入出金をとりあえず再開したと。ビッサムって言うと韓国ですね。韓国です、はい、だからビッサムだけなんかめっちゃ BTC 上がってたりとかあったのはもう送金ができなかったわけですね、おそらく。はい、うんうん、送金できないし、もう中でもうかもうなんちゅうの鎖国みたいな感じで中で売買が行われてたんで、そういうふうに独自のガラパゴス的な価格を作っていってしまってたのかなとも思いますね。面白い。まあそれが入出金再開したということで、とりあえず戻ってきたということですね、はい、うん、うん、まあ、こうやってね、ハッキングいつされるかわからない世界なんで、世界というか、はい、うん、業界なんで、はい、まあ、どんなねビットフライヤーとか、うん、セキュリティがすごいとか言われてますけれども、うん、ビッサムなんて悪くはないでしょ。悪くはないですよ、もちろん、うんうん、韓国一ですからね、取引所の規模としては、うん、まあ、気をつけましょうねって話です。そうですね、取引所信用ね、 100% の信用したらいけないってことですよね、うんうん、ユリアなんかどこに置いてるの？私もあれですよ、コールドウォレットにちゃんと入れてます。大体は、大体は入れてる、はい、レジャーナの S に。あ、そうなんや、はい、うん、それ預かっといたんでいいですか、神尾さんの金庫の方が安心、安心次持ってきますね、うん、銀行の貸し金庫のとこから ありがとうございます俺じゃあプライベート金庫こう2人に分散してリスクヘッジ、リスクヘッジ分かりました。俺はあのコピーしてみんなに送っとくリスクヘッジもね、リスクヘッジ分散、分散化させてくれ、そうや、ありがとうございます、 LINE に流しとくよろしくお願いしますあと、はい、次はですね、はい、ビットメインが150億ドル、うん、150億ドル、150億ドル、うん、つまり1兆6000万円の資金調達、お、
そして IPOA というようなニュースです。お、株式公開ですね。そうです。すごい、うん、まあ、ジハンウーさんのですね、うん、率いるビットメイン社が、うん、テンセントとソフトバンクから150億ドル、うん、1.6 兆円の資金調達を経て、うん、もうすでに経てですよ。てあ、もう完了してるんですか。 IPO を行い、うん、香港証券取引所に上場予定という。わー、すごい、うんうん、IPO 欲しいな、欲しいなソフトバンク入ったら確実ですもんね。そうですね、そうですね、うん、まあ、アリババのね投資なんかを孫さんは成功させてきましたから、はい、うん、そういう意味でもかなり硬いと思います、うん、だから、うん、はい、もう世界のウーさんになってしまった。このコーナー始まった当初は呼び捨てしてたけどな確かその説は申し訳ございません超大物ですよ、もう。そうですよね、ね、ちゃんと株式も公開したとなれば社会的信用度も爆発的に上がりますもんね。そうですね、うん、テンセントですよ、うん、テンセントって分かる？テンセント、はい、テンセント、うん、テンセント知っとる？10セント何セントテンセントはもう時価総額今何やろ、10位以内ですよおそらく。おあの世界でね、うん、そんなに大きくなったの？え、あのね、2017年末なんか5位でしたよ。おー、へー、世界5位、アリババ8位で、はい、中国すげーってなってたんですよ。うん、うん、まあそれ以上にアメリカがすごいねんけどね。あ、はいはい、うんうん、で、今あの時価総額これですよ、これ 3.49、3.5兆、まあ、5兆円じゃないからね、これドル、香港ドル、うん、ややこしいな、いくら香港ドルっていくらパッと出てこへん、計算しにくい香港ドルね、だいたいね、うん、15円ぐらいかな。え、15円やったら、うん、3.5兆かけてみな、15円よ、うん、はい、まあ、やば、はい、だいたい50兆円ぐらいの企業ですわ。へー、でですね、何のサービスしてるとこか分かる？いや、分かんないですね。覚えとけよ、え、でも、お前どこかもう一回10セントとか言ったらええのおじも分かりますか？いや、分かんないですね。テンセントぐらいはみんな覚えておきましょう。はい、うん、WeChat ですよ。あ、WeChat？ 中国の WeChat、うん、中国の LINE ね。そうです、はい、の会社です、うん、だから Facebook よりでかい時価総額になってるんですよ。へえ、人が多いからね、うん、はい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 、そことソフトバンクが、うん、まあ言うても2つ合わせて60兆ぐらいかな。ソフトバンクが11兆ぐらいなんで、はいはい、時価総額60兆のうちのですね、はい、1.6 兆をビットメインに資金、うん、出したってことですね。出したってことですね、はい、うん、かなり力を入れてるっていうことが分かりますよね、はい、かなりの成長を見込んでるということですね。はい、IP 欲しいこれどうにか手に入りませんかね、川島さんそれはもうインサイダー情報になってくるんで公の場では何とも言えないし、あ、そうですか、手に入らないでしょうね、これはもう本当に抽選に参加せなあかんのね、うん、香港も抽選なんかな、香港も抽選なんか分からへんけど日本人抽選ってなんかできるのかな香港の人にお願いしようかはい、というわけで、でもじゃあ結局そのマイニング企業は認められたってことですよね、うん、そうですね、こうやってもう1兆円出す価値があると、出すと、うん、出す価値があるということで 1.6 兆、うんうん、はい、ね、出す価値があるっていうことですよね、ビットメイン、うん、すごいよ、もう、うー先生世界のうー先生先生なんだ師匠早かっためっちゃ上がったやん孫子ぐらいに上がっていくということですね、うん、はい、神レベルの、だってもう貴族ですよ超ですか、超まあ当然ね、大量の株持ってはるやろうから、もちろん、はい、ウーシンもウーシンウーシンの個人資産もめちゃくちゃなことなんですね、億はね、行っちゃうということですよ ね、というわけですわ、素晴らしい、はい、夢がありますね、やっぱりね、仮想通貨界隈、うん、はい、当初はすごく、はい、ETC 次です、はい、はい、ETC コインベース上場とロビンフット上場で最大 50% アップということですね。このチャート見るのめんどくさいんでやめときますけど、ね、あ、
見とこうか。見ときましょう。見ときましょう。見ときましょう。まずですね、コインベースで8月8日からイーサリアムクラシックの取り扱いが開始されましたということですね。はい。IBC はイーサリアムクラシックですね。そうです。はい。うん。イーサリアムクラシックね。でそれに向けてガガガッと上げてたわけですけども、さらにですね、アメリカの大人気仮想通貨取引アプリロビンフッド、クリプトで。ロビンフットっていうのはもともと株の取引とかでもあるんですけれども、うんうん、それのクリプトバージョンがあるみたいで、それにイーサリアムクラシックの取り扱いがスタートされたっていうことですね、うん、で、ですね、まあ、この3日からの上げで言うとですね、最大 50% ぐらい、うん、すごいですね。 50% アップっていうことは何ぼから何ぼになるか分かる？ユリアン、 50% アップやから、はい、50円やったら何ぼになる？75。あ、そうです。はい。あ、すいません。普通に出てきたから。ちゃうかった。なんか、テンセント言えよ。ということですね。はい、うん、まあ、14ドル、まあ、13ドルぐらいからですね。はい。まあ、最大でですけど、21.5 ドルぐらいまで上がったということですね。まあ、ここから、そこからね、上まで取れた人はなかなかいないです、いないと思いますけれども、うん、まあ、その後謎の急落というね謎なんですか？ここ謎というか、ビットコインに連れられてでしょうね、ここは、はい、やっぱ仮想通貨市場あかんしっていうことでしょうね、はい、おそらく、まあ、かなりボラが激しいですね、やっぱり、はい、うん、まだまだビットコインとかが可愛く思えるぐらい の, あのボラの激しさやった通貨もアルトコインはたくさんあります、はい、うん、とりあえずね、今はどっちかいうと高騰するより下落する方が考えやすいんで、この相場状況なんで、アルトコインにはあんまり手出さん方がいいんじゃないかなと僕は思ってますね。はい、うんうんうん、まあ、なんかものすごい時価総額が安くてね、将来性あるんやったらいいけどね、うんうん、で次、企業の動き言っておきましょう。はい、ビチェーンですね。ビチェーンが NTT ドコモ 5G パートナープログラムに選出されました。お、うん、これでもね、なんかすごいことのように、まあすごいと思うんですけれども、うん、5G って今 3G やん、ちゃい 5G、はい、ちょっと前 3G やん、はい、あれの 5G、 さらに上、さらに上、はい、ものすごい早い、うん、すっごい早い、もうすっごい共有できるの、すごい共有できる動画とかすっごいの、アバウトだな。4K の動画もピョンと送れるみたいなね。うん、うん、もちろん 8K でもいける。おお、うん。ピョンとは多いんじゃない、そこまで。そこはちょっと。まあ、でもだいぶ早くない。早いね。うん。その分だいぶ料金高くなるけど。え？嬉しくない。入れてみただけ。うん、っていうね、はい、うん、やつなんですけれども、だいたい400社ぐらいですね、ここにある会社ドゥワーって、これ全部パートナープログラムに参加してる企業です。おー、まあまあ有名な企業ばっかりですよ、うん、うんうん、マーフィさんの会社も入ってるんですか？そんなことないよ。なわけないやろ。那覇市とかも入ってますよ。那覇市、あ、市町村が、市町村も入ってますよ。おー、うん、ドワンゴとかね、うん、いろんなところが入ってます。第一生命とかね、そういうベタなところも、あ、ベタなところも有名なところも、はい、入ってますし、市町村も入ってますし、はい、それ IT 企業も入ってるっていうところで、うん、ですけれども、ここに仮想通貨としては、まあ、一社なのかな、はい、ビチェインが入ったということですね、うんうん、でですね、まあ、ビチェイン自体はですね、その対象にスマートチップ埋め込むことで、うん、まあ、生産からですね、その消費者の手に渡るまでどういう風に流れてきたかとかが全部ブロックチェーンに管理されてて分かるものですよね、はい、まあ、ブランド品とかの偽物とかが多いんで、そういうのをなくすプロジェクトとして、はい、まあ、ビチェーンに使われたり、うん、中国系ですよね。中国系ですね、うんうん、今シンガポールに本社ありますけれども、うんうん、で、あとその食品の管理とか、あ、はいはいはい、ね、どこで肉がこうちゃんと育ってたかとか、はい、牛がどこで育ったやつかとか、うん、もうここに来るまでどういうところで物流で渡ってきたかとかいうのをブロックチェーンで管理できるっていうような、はい、そういうビッチェーンです、うん、だからどういうふうにね、この NTT ドコモと絡んでいくのかはちょっと分かんないんですけれども、うん、はい、まあとりあえずですね、ビッチェーンがここに入って、うん、なんかこういう本間の株式会社というかですね、そういう実態のある会社たちの中に、はい、仮想通貨が、仮想通貨の会社が入って、うん、仮想通貨としてこう、ね、いろんなところで力を発揮するということがすごい
すごいことなんじゃないかなと。なるほど。思いましたね、うん、ここにだってビットチェーンじゃなくてビットコインとか入ってきたらうおーってなるじゃないですか、うん、ビットチェーンやからうんってみんななってるかもしれないけど、はい、うんうん、イーサリアム入ってきましたうわーってなるじゃないですか、はい、うんうん、っていう感じですわ、はい、うんうんうん、ね、仮想通貨もやっぱりこういうところに入ってくるんだなっていうようなふうに思うと思うんで、はい、うんうん、だからちょっと先の未来に、まあ、何がどうなるか分かんないんですけれども、うんうんうん、先の未来にちょっと期待が持てるなというふうに思いました、ね、そうですね、はい、次ですね、つくば市、日本の動きです。つくば市がブロックチェーンで投票開始を実施しました。実施する、いや、もうしてるな、多分これが放送される頃には、うん、すごくいい、これすごい、これ一番すごくないニュースとして、え、マジで、うん、そう。いや、すごいことやと思うんですよ、うんうん、ただまあいろいろ不安もあるっていうこととしては、ほうほうほう、まあでも大丈夫やと思いますけれども、はい、ブロックチェーンとマイナンバーカードを組み合わせた投票を国内で初めて行うっていう。マイナンバーカードのカードあるじゃないですか、はい、まあ、となんかブロックチェーンをなんか紐付けて、はい、この人の一票っていうように分かるようにするっていうんですね。うん、でもマイナンバーカードを使って本人確認するんですけれども、はい、ああやって何々市の何々町の何々ですとか言わんでいいわけ、投票所行って、はい、カードの提示だけでいいみたいな、提示とかスッピッて通すだけでいいんじゃないですか。へ、投票所行く必要もないよね、発揮中ってね。あ、そうですね、確かに、うん、確認が取れれば、そう、そのサイトに入ってマイナンバーカードで確認取ってとかいうふうにもできるかもしれないですね、はい、うん、まあそれは置いといてですね、とりあえずそのシステム管理者であっても、うん、投票者の情報と投票内容っていうのは分からないようになってるわけですね、うん、そのZキャッシュみたいなシステムですわ、はい、うんうんうん、だから投票するときは紐づいてる、はい、うん、はい、本人確認できる、はい、でも投票内容は誰も分からないというような風にできるということです、うん、ちゃんと匿名性が守られてるんですね、うん、そうですね、うん、はい、うんうん、でこれはですね、日本の会社です、ボート4っていう会社がこれを作りました、はい、やり始めるっていうことですね、うん、まあ、ここの資本金とかどこが出してるんやろとかめっちゃ調べたくなったんですけどやめときました、はい、うんうん、消されるぞこれ消されないと思うけどね、ちゃんとしたとこやと思うけど、うんうん、まあ、東京システムっていうのは今までね、うん、いろんな、まあ、世界的に、はい、一般的にですよ、僕は知らないですけれども、うん、その不正選挙とかね、うん、すごく行われてるっていうふうに言われてましたんで、これを機にですね、うん、本当に公正な選挙が行われるようになったらいいなというふうに思いますね、はい、うん、濁すなただ本当にね、この革新っていうのは本当に日本が初めてじゃないんですよね、ほうほうほう、うん、ブロックチェーン用いた投票っていうのは、うん、スイスですね、スイスのツーク市で住民投票にブロックチェーン活用されてます。7月ですね、うんうん、でウェストバージニア州でも予備選挙を行う際にですね、ブロックチェーンとスマートフォンを組み合わせた投票の実証実験がもうすでに行われてますということですね。アメリカですね。アメリカです、はい、うん、というわけでどん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 こうやって世界で広がっていけば、うん、本当に民意を反映した選挙っていうのが、はい、まあ、今までも反映されてたので反映されてる選挙っていうのが、まあ、うんうん、よりクリーン、よりクリーン、うん、できるかもしれないみたいなふうに思ってます、はいはい、次です、はい、GMO ですねの取引所がですね8月15日にサービス開始っていうことです。お、GMO ですね、熊谷社長ですよね、はい、うん、GMO インターネット、今までは交換所だったんですよ、うん、あ、はいはいはい、取引所が持っててそれを買うという、うん、まあ、スプレッドが高いと、はい、まあ、かつてのコインチェックですね、うん、かつて今もそうか、コインチェックがそうやった、はいはい、ビットコイン以外いた取引じゃなかったっていうのがあって、はい、みんなの取引じゃなくて、そうそう、会社との対会社ですね、だから取引がいっぱいあって、手数料がもうバカ高かったっていうあれがありましたけれども、はい、それやったわけです、うん、それがですね8月15日に取引所サービス開始するということですね、はい、ほうほうほう、うん、かなり早くなったということです、うん、今年年内って言ってたものが8月15日になったってことですね、はい、嬉しいですね、うんうん、でGMO マイニング事業にも力を入れてましたけれども、はい、その結果とかも出してましたけれども、うん、この決算説明会ではですね4月6月はビットコイン下落しまして、あとハッシュレートの上昇によって、まあ、難しくなりまして、うん、掘るのが、うん、
11.7 億円の赤字だったと。わあ、そうなんですね、うんうん、ただそのマイニング機器、うん、作ってましたけれども、はい、それの売り上げがかなり調子いいらしくて、はいはい、今後はそっちに力を入れていくと、うん、あらもともとそういう計画だったんじゃないの。そうかもしれないね、うん、なんかこっちの赤字は出るけれども、はい、マイニング機器の方で、まあ、補填していこうみたいな、なるほど、いうふうに考えてはったんかもしれないですね。これも、うん、まあこんなに相場が下がるとは誰もね分からないことやし、はい、うん、最初からそうやったとは思いませんけれども、もしかして途中で変わってたかもしれないですね、うんうん、まあ調子いいっていうのはいいんじゃないですか、うん、ミッドメインだけやったのが、いい、ね、あ、はいはい、うん、まあ、中国系で2強やったわけですけれども、うん、日本のマイニング機器が、うんうんうん、好評っていうことですから、はいはい、かなりいい兆候じゃないかなと思いますね、うんうん、何やったっけ前紹介したね、週刊仮想通貨ニュースでも多分 GMO のやつ、ね、ああ、なんかなんとかなのなんちゃらやつ、ね、うん、かっこいいやつね、3倍みたいなやつね、うん、ああなんかそんな系やったね、うん、買おうかな買っちゃうついでにですね、はい、まあ、ここで終わりたかったんですけれども、はいはい、久々に、うん、あの JP モルガン CEO ダイモンさんが発言されました。おう、おら、うんうん、久しぶりの登場、うん、久しぶりの登場で何を言ったかと言いますと、うん、はい、スキャムだと。スキャムというと、あの詐欺ですね、はい、興味がない、はい、うん、政府は仮想通貨を取り締まる動きを取るかもしれない、はい、仮想通貨は管理不可能だからだと、はい、いうことで超否定発言まあ相変わらず相変わらずの、うん、もうここは変わりませんね、大門さん、ね、はい、もう発言しないと言ってから、うん、去年の10月ぐらいかな、はい、発言しないって言ってあったんですけれども、うん、まあ、ついついコロッと出ちゃった出ちゃったということですね。あ、まあ、アメリカ経済の見通しについて話すそのインタビューみたいなのがあって、うん、講演会みたいなのがあって、そこでもうみんなの前で大々的に言っちゃったっていうことです。あ、ちょっと飲みすぎちゃったんかなねえ、この発言の意図というか何なんでしょうね。うん、その飲みすぎたとかで、ね、なんか言っちゃったとかで言うことはないと思うんですけどね。せっかくフォローしてんのにそれはないでしょ、 JP モルガンの社長が、ね、奈良口さんじゃないんだから、ね、ビール一杯でちょっと言っちゃったみたいなね、ということで、うんうん、こう市場が揺るがしてくるっていうことですね。あ、というわけで、うん、今回はそんな感じで終わらせていただきます。はい、まあ、お盆中どういうふうな動きをするのかまた楽しみですね。まあそうですね、そうですね、うんうん、日本はお盆ですけれども世界はね普通に動いてるんでね、うん、はい、あ、まあでも夏休みじゃないですか。あ、夏休み、ね、投資家もみんな夏休みを取るもんね、なんか歌ってる、うん、へー、そうそう、バカンスに行くんですよ、バカンス。あ、そうなんですね、うん、ヘッジファンドの人たちとかも、そうです、うんうん、だから相場がね落ち着いちゃうんだよね。出来高がものすごい減っちゃうっていうのが、なんていうのやったっけ、なんとか言いますねなんとか現象、なんとか現象、年やん年やんか、答えがね、あれなぁ言うて、うん、あれ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 ここさっぱりみたいな、あれやんこうなって、まあ、ヘッジファンドで言ったらだから45日ルールがあるんで8月15日かな、うんうん、までに何かやっちゃえばいいんで、その夏休みでね、その前にやっちゃうと思う、その前にね、うんうん、その手締まったり、はい、もうやっていくっていうことですね、はいはい、うんうん、でまあ本当にその相場が動かない時期になるんですよね、うん、そうですね、なるほど、換算相場、そうですね、あ、換算相場出ました、換算出た、15秒ぐらいくれたって年々それ増えていくんじゃないそうですね、はい、なんで、うん、ビットコインも落ち着いた動きにもしかしてなるかもしれない。あ、まあ、でも出来高が少なくなるんでね、まあ、そうですね、指定的に上げようと思ったり下げようと思ったら、うん、あ、そうですね、バッソン出られる、ね、うん、時もあるんで、そこら辺は注意しつつですね、うんうん、はい、お盆を皆さん、あ、今もう終わってるんやおそらくはね明けですね、はい、楽しかったですね。はい、楽しみにしましょうということですね。お盆中の相場を、はい、うん、はい、というわけで今回これで終わらせていただきます。はい、うん、ではね、また来週もいろんな仮想通貨のニュースをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ見逃さないためにはチャンネル登録のお願いします。
目の前が LINE やった場合はそれでぜひこちらもご登録ください、はい、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。お願いします。その動画がいいと思われた方はぜひシェアの方もしてください。動画説明は Twitter とか Instagram などやってますのでぜひ一度見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。